さあここが私がお世話になっている農場の入り口です。農場の名前は暗くて見えねえ。まあいいや、とりあえずルームツアーじゃないけど農場ツアーをしていきたいと思います。あれが私たちが住む小屋なんですけれども、近くには川が流れています。でここがですね、ちょっと何年か前にぶち壊れたみたいですね。それで今補強しているそうです。であそこがバナナで、まあこの先に農場が続くようです。台湾のトンボです。あんま日本と変わらないかもしれないですね。でこれがパパイヤの木なんですけど、パパイヤの味はですね、まあトイレの芳香剤といったところかな。まあでも美味しいですよ。でこれがドラゴンフルーツのなる草というのか、ツルというのか、木にツルみたいなのが巻きついてますね。まあこの小屋にですね、複数人で住むんですけれども、今のところ私一人だけなのでめちゃくちゃ快適ですね。もちろんクーラー完備してて、結構広いです。あっちはちなみに女子寮らしいですけどね。でまあこっちに農場が続くということですね。じゃああっち見ていきましょう。でここが食堂というか調理場ですね。基本調理して、こっちに運ぶという感じです。なんかここにお茶とかお菓子があるので好きに取って食べていいみたいですね。でなんか謎の生阿弥陀仏の音が流れているという。そしてこれが私たちが住んでいる小屋です。ちなみにこれがシャワールームですね。こんな感じになっています。ここでシャワー浴びるんですけども、シャワー浴びるときはこれをひねったらシャワーになって、これであったかいお湯が出るようです。で使った後はこれで掃除をするという感じですね。ちなみに台湾は髪は流せないので、お尻を拭いたらこっちに入れるようになってます。ちなみにこれが雨の時です。雨の量がえげつないですよね。降るときはめっちゃ降ります。この台湾の農場でですね、今日は朝6時から働いてみたんですけども、僕らは4時間でいいんですけども、ここで働いてるおばあちゃん、あのおばあちゃんがですね、朝6時から4時まで働いているというのはめちゃくちゃ体力すごいですよね。台湾のトンボパート2。ちょっと塩辛トンボっぽいですけど、ちょっとかっこいいな。ここが僕らが道具を取りに来てる小屋ですね。あの子はここに住んでる犬ですね。めっちゃ人懐っこくて可愛いんです。よし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 。またね。嫌なところがあるとすれば、蚊がめちゃくちゃ多くて、これ全部蚊に噛まれた跡なんですけども、今飛んでるのが蚊ですね。今爪に止まってますね。これが蚊です。これが台湾の蚊ですね。めちゃくちゃ小さいけど、これに噛まれると腫れてしまうんですね。これが蚊を避けるための煙です。このでかいカタツムリ、ドンシーにめっちゃいっぱいいるんですけど。そしてあちらの方がインドネシア人の方で、まあ、一緒に農作業をしてるんですけども、料理が本当上手なんですね。まあ、ベジタリアンフードを作ってるんですけれども、豆腐の皮とかいろいろと工夫してて、本当に料理がすごい上手な方です。ちょっとこっちに気づかないみたいなので、またいつか。